なた。いつも拙い歌を聴いてくださる方は本当にありがとうございます。ちょっと相変わらず声も出ずにギターも下手くそなんですけども、自分なりにこの心得という気持ちで、心で何か伝えられるものがあったら、感じていただけるものがあったら、ほんのちょっとでもいいので、そういう心になってもらえたらいいなって思う気持ちを込めて歌を歌っています。歌うことが大好きなので、本当にいろんな心で歌はいろんなものがあるとは思うんですけども、その歌、その曲、その歌詞、そういった心を自分なりに感じ取りながら表現できたら、歌で心を伝えられたら嬉しいなと思います。いつもありがとうございます。
夏夜空、まあ、7月ということで、もう一つ銀河という星の言葉が出てくる歌があるんですけども、ちょっとこう7月に向けてこの歌を選んできました。なんかこう織姫と彦星のような話というよりかは、もっと明るくキラキラ身近な話でいながら、大きい空を見上げて、ああ空をまた上に上がって、宇宙って本当に広いなって思えるような、キラキラな歌です。今月7月は次男と長男と、あ、次男から先で長男と次男のお誕生日が、ちょうど7月、やっぱりでは誕生日の歌だといろいろあると思うんですけど、誕生日じゃなくてもこの歌はなんか毎日歌っていたいな、まるでそのなんだろうな、毎日こう唱えるお経のように毎日歌っていたら、この心、この言葉、なんていうのかな、この意味、ずっとこう自分に忘れずに入って、人のことも自分のこともすべて「あなたである今日と明日のために、私である今日と明日のために、生きてきたようで生かされてる」、そんな私であって、あなたである、形ないものもいっぱいいっぱいいただいて、むしろ形あるものより形ないものの方が生きてる中いっぱいいっぱい与えられて受け止めてるものってあると思う。そんな些細な、ちっちゃいことでも、特別でないものが特別になって、あなたを幸せにしたこともあったでしょう、あるでしょう。生きてきて誰も、自分は何もないって思う気持ちは、自分が思う気持ちの中でもそうじゃないって思う自分がいるからこそ、自分に悩んで自分に苦しんで、だけどそういうあなた自身が奇跡なんだよ、ね、生まれてきてくれてありがとう、あなたがこうしてここにいるからいいんだよ、チビの時も歌わせてもらった歌ですけども、なんか同じ歌ばっかり歌ってるので、うん、動画では限定とかにしてしまいましたが、この間長男の誕生日で2人にちょっと心を込めて、でまた7月の誕生日の人にも心を込めて、でさらに全ての人に心を込めて、ありがとう理由は何もないんだよ、
あなたという人がいることでいいんだよ。違いだらけですいません。もうほんと下手くそなんですけど、でちょっと
次は、まあ、しっとりとした歌からなので元気な曲を歌っていきたいと思います。今日のテーマはすべていろんな人へのどんな人への自分への応援ソングということで、今日はどんな時も今日はじゃないですね次はどんな時も間違いだらけでちょっと半端ないですね。歌も歌えてなくてちょっとキーが以前はこのキーだったんですけど高くて微妙なんで
原曲キーにしちゃうと今度低すぎるし、コードがまあカポ6になることでちょっとこう悩み中なんですけど、ちょっとひどすぎるかなと思って申し訳ありません。で最後、まあ、元気よく終わる形でもよかったんですけど、この間動画でも出したようにちょっとやっぱりこの歌でありがとうという気持ちを込めて、この心を忘れないでいられる自分で祈りを込めて、ノクターン、夜奏曲と書いてノクターン、さだまさしさんの歌です。銀河の果てから遥かな風が吹いてくる、夜は子供の頃から膝を抱えて降り注ぐ愛の数を周りの全てが幸せでありますよ、愛しいあなたの小さな命を守りゆくことが私の願い、
雨がずっと降ってたと思ったら、止んで、あ、止んで、暑くなってきたなって思って、思った途端にセミが鳴いて、なんだかいろんなこう順序っていうものが今までの私たちの中で感じてる順序、自然のなんだろうな形っていうのが少しずつ少しずつなんかこうずれて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 、そのずれっていうのがなんで起こってしまうのか、何が原因なのか、その原因がもしかしたら人間というもののせいなのかもしれない。そういったその方向がね、どちらに向いてしまって、今までとまた違う流れが生まれ、どん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 かけ離れていく状態を私たちはどういうふうに向き合っていったらいいのかなって、セミの声を聞いて感じました。でもセミが鳴いているっていうことは生きている生命がそこにあるんだって、また安心する気持ちもあります。なんかデタラメな歌ばっかりで、どんどん後半こうなんだろう、ガチャガチャになってしまいましたが、ちょっとまた明日はまた修正をかけて30分以内で歌える形にでいきたいと思います。この動画を聞いてくださった方、練習に付き合っていただきありがとうございました。また練習というか話の部分は今日のこの動画を撮りながら感じてたものことなので、明日これを話す、すべて話すわけではありません。なのでもし聞いてくださった方が、まあ、こんなちょっとつたなくて、まあ、下手くそな弾き語りと話なんですけど、何か気持ちを持っていただけたら幸いです。ありがとうございました。